日本関東地方神奈川県横浜市栄区栄区は横浜市を構成する18行政区のうちの一つである。栄区は横浜市の南部に位置し、東西に長く、東は金沢区、磯子区、西は戸塚区、南は鎌倉市、北は江南区に接している。旧相模国鎌倉郡に属し古来より鎌倉とはゆかりの深い地域である。なお、 金沢区との区境は武装国境である。区の中央をかつてしばしば氾濫した側が東西に流れ、また西側をカシオ側が南北に流れて定地を形成し、その東側、南側を三浦半島に連なる、丘陵地が取り囲むように広がる。カシオ川西岸を中心とした定地には工場、また丘陵地を造成した団地が多く、また丘陵地は、 市民の森という森林公園にもなっている。本郷台駅を中心に、いた川沿いに広がる本郷地区と、西部のカシオ川沿いの豊田地区からなる。交通の面では、区の北西地域を JR 根岸線が横断し、また、区の西部には、カシオ川に沿って南北に、東海道本線と横須賀線が縦断し東京、あるいは小田原、横須賀方面と接続されている。区北部、南部に、 東西方向にそれぞれ環状3号道路と環状4号道路が通っている。商業地は主に本郷台駅周辺と大船駅周辺。区役所や警察署など観光庁は本郷台駅周辺に集中している。南側の鎌倉市と接する部分にある大船の繁華街は横浜市坂駅と鎌倉市の双方にまたがっており、大船駅のプラットフォームも横浜市栄区と 鎌倉市の双方にまたがっている。山林の面積は212ヘクタールで、地域全体の約17.5%を占める。一方住宅地は、地域の60.4%に過ぎず、横浜市全体と比較すると、宅地割合が少なく山林割合の多い地域である。坂江区地域の歴史は、縄文時代にまで遡ることができ。 高田城露塚遺跡や桂台遺跡などがある。古代には川流域横穴墓群など横穴墓の分布が特徴的であり、上里深田遺跡では製鉄が行われた。鎌倉群弱古豪、昭園時代には山内荘が存在した。伊達川は鎌倉時代には霊書とされ、あず鏡に川でお祓いをしたことが記述されている。 また、小菅谷付近には宿場があり、連れ連れ草で知られる、吉田健康もこの付近に旅できたらしく、健康歌集の中で、相模国伊達川というところにて、このところの名を、区の上に据えて、旅の心をと題してという和歌を読んでいる。相模国鎌倉軍であったため、特に、鎌倉時代には、鎌倉幕府との結びつきが強く、流域の豊かな田園が、食料生産を担い、 古代から伝わる製鉄の技術とともに、東北地方に対する軍事政策の上で重要な役割を果たしていたと考えられており、笠間中央公園遺跡の鎌倉道など数多くの史跡が残されている。本郷台駅前付近には、鎌倉幕府第三大執権、北条安時の娘、小菅谷での巨館小菅谷殿管があったと伝わる。 区内の長尾大町は長尾市発祥の地で長尾城跡があり、越後の戦国大名長尾影虎の不祖の地である。また、鎌倉が近いことから中世の動乱期にたびたび戦場となっており、中村氏の一族、中村常衆が笠間に移り住み勢力を張った。金井には鎌倉氏の一派、金井氏が居住した。近現代の発展としては、 1888年の大船駅の開業と翌年の横須賀線の開通による大船駅周辺の市街化と1967年の大船 PX 変換以降の本郷大駅周辺の公共施設や高層住宅の建設、そして1960年代から1970年代にかけての給料地の大規模な住宅開発が挙げられる。その結果、 現在の坂区域の人口は急増し、当時の戸塚区の人口も40万人を超えたため、住民サービスの低下を防ぐために、坂区と泉区の分布が実行された。坂区成立後は人口増加率が低下し、一時は人口減少状態となった、現在は再び増加基調に戻っている。なお、1970年代半ばまでの本郷地区は、 電話が横浜電話でなく鎌倉電話に含まれ、市外局番が他の市内と異なり市内へかけるのにも、04号をダイヤルしなければならなかった。坂江区は典型的な随称地名である。公募により選定し、本号、豊田の両地区の共栄を期し、新しい区として未来に向けて大きく栄えていくことを祈願し、明るく華やかなイメージのある完結で、 ご調も良い区名を決定した。とされたという説もある。栄区内では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。栄区役所庁舎本館は移転前の本郷大小学校の校舎を改築して使用している。体育館棟は栄スポーツセンターの新設と共に取り壊され、庁舎新館が建設された。 産業人口社会への完全失業率は十八区中五番目に高く九百九十五年と比べ二千年度では零点六ポイント上昇している。第三次産業が事業所数、従業者数ともに全体の約七十五パーセントを占める。主な産業精密機械工業の大規模工場が多く一事業所あたりの従業員数では市内一位、売上高では 磯国に次いでいる。商店数、従業者数、年間商品販売額ともに、市内18区中で最も少ない。また、2002年度調査によると、栄区内の商店数、従業者数、年間商品販売額はともに減少中。横浜市営バスは2006年3月26日を、もって、区内の138系統、139系統を、 神奈川中央交通に譲渡し、これにより区内の路線はなくなった。出展、坂区ホームページ、データで見る坂区2011各年の人口は、国勢調査による9月30日時点の数字。ただし、1986年のみは、文句時の11月3日の数字。武蔵国と相模国の国境のこと。ABA の歴史編集委員会15ページ。 平凡社196ページ坂への歴史編集委員会30ページ坂へ区の町名とその由来 www.city.yokohama.lg.jp、ok、2021年4月1日閲覧タウンニュース坂へ区版2013年7月25日号横浜市指定文化財旧、小祝屋、住宅主や及び 長屋門、栄江区地域振興課二十六ページ、栄江の歴史編集委員会十七の十九ページ、栄江区地域振興課三十二点三四ページ、ABA 区地域振興課四十五ページ、海への進出縄文時代、神奈川県立歴史博物館、二千二十年五月十五日閲覧、ABCA 区地域振興課四十六ページ、栄江区地域振興課五十八ページ、 栄区地域振興課59ページ栄区地域振興課38ページ栄区地域振興課22ページ栄区地域振興課37ページ栄区地域振興課20ページありがとうございます